癖の強い英国記者が選ぶ2022年の思い出。車のは英国編集部のライターたちが2022年を振り返り、最高の思い出として選んだのは、車同士をぶつけ合う乱闘レース、親友とのドライブ旅行、新型ミニバンの予想外の走りの良さなど、バラエティに富んだものとなった。 自動車業界が大きく変化した激動の年でも変わらないものがある。それは車から得られる永遠の思い出とシンプルな喜びだ。英国の自動車ライターが選ぶ最高の瞬間を共に見ていこう。ジムホルダー高級車にも乗れるという幸運な人生の中で、今年最も記憶に残っているのは科学者ギルプラット氏と過ごした1時間だ。 トヨタリサーチインスティチュートの CEO であるプラット氏は、限りあるバッテリー資源を CO2 削減のために最大限利用することを提唱し、場合によっては EV よりもハイブリッド車を優先することを明言している。こうした姿勢は、世界各国の方針と相反し EV 推進派を怒らせるものだろう。とても勇気のある発言であり、 ほぼ必然的に彼自身とトヨタを、利己的遅い時代に逆行しているといった批判にさらすことになる。彼は正しいかもしれないし、間違っているかもしれない。彼自身、確信が持てないことを認めているか変革を実現させるにはチャレンジャーが必要だ。保守的で有名な世界最大の自動車メーカーが、 批判も承知でそれに名乗りを上げることは、私たち全員のメリットにつながるはずだ。ジャック・ハリソン、ジャガースポーツ XJR15 でビスタースクランブル、英国の自動車イベントに行きませんかというインスタグラムの素敵なメッセージが印象的だった。トム・ウォーキンショーが開発したこのモンスターマシンに、僕はいつもうっとりしてしまう。 ルマンを制した XJR-9 をベースにワンメイクシリーズに参戦したモデルだ。静粛性皆無の 6.0LV12 エンジン、硬いデーシングサスペンション。ヘッドセットが必要なほど想像しいキャビンなど、XJR-15 は道路を走ってはいけないような車である。でも、本当に良かった。 回転域が上がっていくときのエンジンのうなり声は忘れられない。笑顔が止まりなくなる。実現させてくれたデイビッド氏とルード氏に感謝。ジョン・エバンス。オーバルのサーキットで、剣闘士のように派手にペイントされた12台の。ハッチバックが文字通り、激突している光景を見て。血が騒がないわけがない。この夏。 私はオールダーショット、イングランドのお茶を知って、バンガーレース、車を破壊し合う競技を取材した。ハンドルを握ることはできなかったが、繰り広げられる大乱闘を見ているだけでもスリリングだったし、参加者たちに会えたのも嬉しかった。古い車が手に入りにくくなり、価格も上がっているため、 バンガーレースは衰退しつつあるという噂もある。だが、私が感染した時は人数は減っているというものの、多くの観客が車とドライバーに声援や怒号を飛ばしていた。でも、本当に良かった。回転域が上がっていく時のエンジンのうなり声は忘れられない。笑顔が止まりなくなる。 実現させてくれたデイビッド氏とルード氏に感謝。ジョン・エバンス。オーバルのサーキットで、剣闘士のように派手にペイントされた12台の。ハッチバックが文字通り、激突している光景を見て、血が騒がないわけがない。この夏、私はオールダーショット、イングランドの街を知って、バンガーレース、車を破壊し合う競技を取材した。 ハンドルを握ることはできなかったが、繰り広げられる大乱闘を見ているだけでもスリリングだったし、参加者たちに会えたのも嬉しかった。古い車が手に入りにくくなり、価格も上がっているため、バンガーレースは衰退しつつあるという噂もある。だが、私が感染した時は人数は減っているというものの、 多くの観客が車とドライバーに声援や怒号を飛ばしていた。ピアスワード取るに足りない出来事区でもいいだろうか。1月のある日、午前3時45分のこと。お尻の右側が痺れて目を覚ました。寝ている間に誰かに局所麻酔薬を打たれたんじゃないかと心配になったほどだ。原因はマクラーレン GT。いや、 本当に悪いのは、マクラーレン GT の乗り心地を確かめようと、24時間も車内に閉じこもった愚かなライターである。しかし、GT は快適性と優れたハンドリング、そして楽しいステアリングを見事に融合させた素晴らしい性能を発揮した。ノースウェールズまでドライブして、 夜が明けるのを待ちながら景色と V8 を楽しんだのはいい思い出。キャンピングカーとしては理想的とは言えない。次回はプレミアイン、英国のホテルに泊まりたい。レイチェル・バージェス。伝統的なモーターショーが黄昏時を迎えているように見えるのはとても悲しい。それでも10月のパリモーターショーのようにどんなに小規模でも。 明るい照明、熱気あふれる会場、あらゆる実写に触れられること、そして一流の自動車会社の重役と自由に話せることから、私はできるだけ長くしがみつこうとしている。ステランティスのボス、カルロ・スタバレス CEO が、次期排出ガス規制ユーロ7の導入をやめるようドラマチックに訴えかけたり、 ルノーグループのルカデメオ CEO がプロトタイプのゴターボ 3E を量産するために、クラウドファンディングをするかもしれないと冗談を言ったりと、パリモーターショーから仕入れたネタで、その後数週間から数ヶ月、多くの紙面が埋まっていった。マークティショー、お金に糸目をつけないなら、どんな車を買いたいですか知り合って間もない人との会話で、 私たちの仕事の話になった時、最も多く聞かれる質問だ。この質問は非常に難しいもので、僕が目立たないハッチバックや地味な高級セダンを答えにあげても、彼らはそれ以上会話を続けようとしないのだ。しかし今、僕は彼らが聞きたいであろう新たな答えを手に入れた。フェラー・リローマである。 6月のルマン24時間レースではこの車でフランスに向かい、ヒロもこの車で帰ってきたのだが、その能力の幅にすっかり魅了され、異形の念を抱いたものだ。見た目もいいし、性能もいいし、音もいいし、広くて実用的だし、言うことなし。あと、見た目がいいっていうのは、もう言ったっけハイライトは、 わざわざ遠くのダイナーまで。ムールフリットを食べに運転したこと。レースのことはもう忘れてしまったけど。グーグルによるとトヨタが勝ったそうだ。この経験は一生忘れないだろう。イリアブラパート。星の瞬く夜、素晴らしいドライブができた。私はノースヨークムーアーズ国立公園におり。 そこから車を交換して空港に向かう必要があったので、少し急いでいたのだ。Google マップは高速道路を無視し、交通量の少ないアップダウンの激しい曲がりくねった裏道を走らせた。それは至福の時間だった。コーナーに次ぐコーナー、見通しの良い道、タイトなマニュアルトランスミッション、働かせなければならないエンジン、 ヒールツが可能な完璧なペダル配置。運転していたのはダチアジョガーだというのはもう話したかな私はこの格安の7人乗りミニバンが英国一のドライバーズカーだと主張するつもりはない。しかし多くの人が予想するよりも、はるかに運転しやすく、また今回のルートも良かった。 免許証を危険にさらすことなく、行動で激しく運転できる車の。素晴らしさについては、私は黙っちゃいられない。フェリックス・ペイジ。僕は助手席に乗るのが大の苦手だ。だから、最高出力 830PS のフェラーリ 296GTB で。モンテブランコサーキット。 全長約4キロメートルのスペインのサーキット、を走る前に、当然だが、プロの操縦する車の助手席で、コースを学ぶと知らされたとき、僕の心は揺さぶられた。そして、元 F1 ドライバーで2009年のルマン優勝者のマルクジェネが現れ、僕と握手を交わして運転席に乗り込んだ。これはもう、どうしようもないことだった。 しかし、この3分間で、僕の中の内燃機関自動車に対する概念は大きく塗り替えられた。僕の自動車評価の原型を手に入れた瞬間である。左耳の後ろで V6 がその存在を声高に主張し、最初のコーナーで僕を放り投げると、顔取りシープレスリリースも一緒にどこかへ飛んでいってしまう。 電気モーターがシフトチェンジの遅れをカバーして一定の加速を確保すると、電動アシストに対する偏見は消え去り、マルクジェネがステアリングホイールを、180度回転させて正確かつ爽快なターンを決めると、1.5トンの車重に対する意識は消えてしまう。行動でも、スーパーカー以外の乗り物でも味わえない感覚に、 毎日もう一度やり直したいと思うほど夢中になる。リチャードレーン内なる10歳の僕は、4月にランボルギーニア・ベンタドール・ウルティマへのレビューをするために、ボローニャの南にある丘陵地帯でのドライブを楽しんだ。でも、本当に面白かったのは、ランボルギーニが用意したウラカン STO で、暖かい天候に見合わず、冬用タイヤが装着されていたことだ。 結果はいい意味で笑ってしまうもので、トヨタ86に最高出力 640PS の 3.0L 直6ツインターボを乗せた2012年のドリフトレーサーに似ている。もちろん、エンジンもすごい。そして、その写真もまた素晴らしい。STO のオーナーさん、P0 トロフェオ R はいいとして、 ウィンタースポーツソットゼロを履かせてはいかがだろう ?34 歳の僕はというと、フェラーリ2 9 6 g t s の発表会で、運浴パワートレイン開発責任者の、クリスティー・アーノ・ポンプッチ氏とディナーで隣り合わせになった。彼は新型 3.0LV6 の開発を担当した人物で、シューマッハ時代の後半にはエンジンアナリストも務めていた。 F1 での経験をもとに、レースに向けて、どんな小さなパワーアップでもいいから実現しなければならない。というプレッシャーについて話を聞くのは、とても楽しい時間だった。コンプッチ氏のような人が 900PS の V 10からさらに 5PS 引き出したことを、シューマッハが瞬時に見抜いたという話を聞くと、鳥肌が立つ。この仕事には、 素晴らしい人脈があるものだ。スティーブ・クロプリーは私にとって今年最大の収穫は、正真正明の天才、マテリマック氏、リマックの創業者、ふと、クロアチアでに3日一緒に過ごしたことだ。彼には2022年の車の話アワード最優秀賞を授与したのだが、 その知らせと受賞者インタビューを行うために彼の地へ赴いたのだ。リマック氏がまだ賢いけれども貧乏な若者で、来年期間の交換品が高価すぎるという理由で、電気モーターを取り付けたボロボロの BMW3 シリーズを、いじくり回していた頃からまだ10年も経っていない。信じられないことに、 そこから得た教訓と彼が集めたチームは、コルシェやヒョンデといった有料企業が出資する。他に類を見ない高成長企業を築き上げた。今日、リマック氏がブガッティ、新会社ブガッティリマックを経営しているのは、経験は豊富だがビジョンの乏しいビジネスマンでは、ブガッティを存続させることができないからだ。そんな立場にあって、 ビマック氏は平常心を保っている。今年に限らず素晴らしいことだと思う。チャーリー・マーティン。長年のエンスージアストでありながら、車の和英国編集部の比較的新しいメンバーとして、パリ近郊にある DS のデザイン本部を訪れ、その将来計画について推し量る機会を得たことに、私はとても興奮している。 現時点では報告できることは多くない。しかし、近年の大型タッチスクリーンに代わる DS の提案として、2019年に作成されたインテリアコンセプトを見ることができた。それは決して大量消費を目的としたものではなく、真に先進的なものだった。もしこれが、今後数年間に DS や、 業界全体に起こりうる抜本的な改革を示しているなら、車はこれまでと同様に革新的で、刺激的であり続けるだろうと楽観的に考えている。ジャック・オリック・グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード。英国最大級の自動車イベント、と英国人ライターのハイライトとして、選ぶのは当然のことかもしれないが、 今年は自動車業界の輝かしい一面を見事に表現した素晴らしいフェスティバルだったと思う。内燃機関ファンであろうとバッテリーのファンであろうと BMWM を主役に据えた今年のフェスティバルは最高に楽しめたのではないだろうか。BMW3.0 CSL のセントラルフィーチャー広場に掲げられるモニュメントを 見ることができたのは素晴らしいの一言に尽きる。そしてもちろん取材の機会もたくさんあった。例えば、ジョンヘネシー氏に最高出力 2400PS の6輪車。ディープスペースについて話を聞いたり、ポールスター O2 コンセプト。後にポールスター6と呼ばれるの発表会でブランドの方向性について、 トーマス・インゲン・ラートから興味深い洞察を経たりした。先にレイチェル・バージェスが述べたように、伝統的なモーターショーは衰退しつつあるかもしれないが、フェスティバル・オブ・スピードの存続を願ってやまない。クリス・カルマー今年の私のハイライトは、自動車に限らず全般的に親友といった一週間のドライブ旅行だ。 長年愛用してきたホンダ HRV ベゼルの欧州仕様派。広くて快適でリラックスできて燃費が良く100%信頼できる。おかげで親友と音楽への情熱について語り尽くすことができた。この旅の目的であったマウンテンバイク2台を運ぶこともでき、非常に楽しい時間を過ごすことができた。 同時に、ちょっと痛い思いもした。体もプライドもあざだらけになり、出血もしてしまったが、幸い骨を折ることはなかったので、旅は成功と言えるだろう。今回の旅で、素晴らしい景色、美しい都市、美味しい料理、スピードカメラのない高速道路など、欧州への愛を再確認した。 また、一日11時間も車の中で60センチメートルしか離れていなかったにもかかわらず、二人の会話は楽しいか面白い以外の何者でもなかったことから、デントの友情も再確認できた。マット・サンダースこの仕事では、思いもよらない日が一番思い出に残るものだ。8月のある日、休暇のはずが、 たまたま同僚が新型コロナウイルスの陽性反応を示したため、代わりに世界で一番最初にアリエルハイパーカーを運転することになったのだ。アリエルのような小さな会社には、このような車を作る能力はないはずだ。まるで別世界のようだった。一から作った新型で、世界でも、あまり類を見ない革新的な電動スポーツカーであり、 運転した私も息を呑んだ。そして、この車を作った人たちの驚くほどフレンドリーで紳士的な態度にも、また、好きなように使ってください、と言って、車を渡してくれたことにも感銘を覚えた。ここに、私たちの未来があるのです。10年がかりで作ったもので、これ、一台取りしかありませんが、気にしないで、 楽しんでください。ダミアン・スミス。年寄りにしては悪くない。まあ、47歳、当時、は年寄りじゃないかもしれないが、セバスチャン・ローブと私はほぼ同意年だ。1月のモンテカル・ロラリーで8回目の優勝を果たした彼は、時間を巻き戻したかのように明らかに調子を上げている。 m スポーツと新型フォードプーマのコンビで若い世代を圧倒し、世界ラリー選手権80勝目とシトロエン以外での初勝利を達成したローグ。新しいラリー1規定の下で行われる最初のラリーで、こんな結果を誰が予想できただろう。ラリー1のレジェンド、セバスチャン・オジェが最終ステージでパンクし、スタートで飛び出したのは高材料だったが、 それにしても、そして50歳になる数学教師の友人イザベル・ガルミッシュがコドライバーとして参加し、1997年以来の女性 WRC ウィナーとなった、道具が得意の爆虫を披露したとき、私は2022年最高の瞬間が早くもやってきたと感じた。これを上回るものはなかった。 ウィルライメル今年は僕にとって初めて車の話で仕事をした忙しい一年だった。ロンドンからブライトンまで走る旧車イベント、ベテランカーランに参加したことは、一つのハイライトだが、この仕事は本当に素晴らしい扉を開いてくれる。6年ぶりのブガッティの新型車を見られたことはちょっとした経験になった。ベルリンの古い発電所、 かつてのナイトクラブでもあるで、開催されたブガッティの発表会では、オープンカーのミストラルだけでなく、タイプ22、デーロンスーパースポーツ、シロンといった重要な3台が迎えてくれた。そしてその日、シロンだけでなく、ポスターのように美しいデーロンに乗ったことで、僕の子供の頃の夢が実現したのだ。しかし、 その160万ポンド、約2億5000万円死のハイパーカーに座っているときに、あるデザイナーが言った言葉が頭に残っている。いいでしょう